皆さん、こんにちは。ゴルフファンの間では次のようなことが語られているそうです。なぜジャンボ尾崎さんはトップ選手を輩出し続けられるのか。育成哲学に感じるのは一貫性です。常々富士山に登るのは一番最後なんだと語っています。これまで原恵梨香さん、西郷真央さん、笹生優花さんを指導し、トッププレイヤーに育て上げたジャンボこと尾崎将司さん、76歳にして現役のプロゴルファー、ジャンボ尾崎こと尾崎将司さん。ジャンボ尾崎さんは現在プロゴルファーとして活動されていますが、もともとは本名である尾崎将司として西鉄ライオンズに所属していたプロ野球選手でした。人生で2つのプロと呼ばれるスポーツ選手になれるなんて、ただ単にすごいとしか言いようがありません。1965年にプロ野球の西鉄ライオンズに入団しました。しかもプロ野球選手になってから1年で1軍入りを果たすなど、球団きっての期待の星だったのです。しかし現実は厳しいもので、ジャンボ尾崎さんはプロ入り3年で球団を退団してしまいます。投手として活動していましたが、同期入団した池永正明選手の投球を見たときに自分の力のなさを実感し、野手に転向しました。2軍では4番を打てるものの、1軍では目立った活躍もできないことから中西太監督に退団を申し出ます。しかしジャンボ尾崎さんは池永投手に勝ちたいという気持ちが強かった。野球では負けても違う世界ではあいつを追い抜くということで、残留を球団側に希望されますが、結局西鉄を退団します。打撃コーチだった花井優さんにゴルフ転向を勧められ、プロゴルファー転向を決意します。野球がダメでゴルフならいいという理屈が素人にはあまりよく分かりませんが、当時のジャンボ尾崎さんは躊躇することなくその道を選んだようです。しかし退団時の騒動のため、西鉄の息のかかった九州では活動ができなくなり、婚約者を残して一人千葉のカントリークラブへと旅立ったということです。野球と同じくゴルフにも何か光るものがあったということなのでしょうか。退団後1970年にプロテストに合格し、正式にプロゴルファーに転向しました。退団が1968年ですので、わずか2年でのプロ転向はさすがと言わざるを得ません。天は二物を与えてしまったのでしょうか。1971年には日本プロゴルフ選手権で初優勝を飾っており、日本のゴルフ界をリードしてきた存在とも言われております。プロ通算113勝を誇る日本ゴルフ界のレジェンドが選手として超一流だったことは今更言うことでもありません。現在は指導者としても高い手腕を発揮しています。大抵の場合、名選手は名指導者にならずというのがスポーツ界の一種の常識であることはどのスポーツでも同じです。しかしジャンボ尾崎さんはそれをやってのけるのです。2022年2月12日には今後アカデミーで指導する選手を選ぶセレクションが公開されましたが、その会場で若手育成の哲学に触れることができました。千葉市内にある通称ジャンボ邸でプロを目指すため4日間行われた選考会に参加したのは、中学3年生から高校2年生までの男女ゴルファー28名。その内容は実にシンプルで、実際に打席でショットを打たせ、そのスイングや球筋を見ます。他にはウェッジの精度や素振りをさせて振る力を見極めるといったものでした。参加者1人当たりのアピール時間は10分あるかないかといったところです。ジャンボ尾崎さんはこの短時間の間に何を見るのでしょうか。ゴルフをする上での基礎的な運動能力は当然ながら、最も大事なこととして以下のことを挙げています。一つのことを着実に努力して進めていくこと、こればかりは性格の問題なのだそうで、ここ選考会だけではわからないとしつつも、それを願いながら見ているそうです。そして次々とジャンボ尾崎さんの育成への考えが語られました。一方的に教えていくではダメだとしています。言ったことを理解してこうしないといけないと考えられるようにしていく必要があります。それができる人は課題を探すことができるのだそうです。
もちろん課題を指摘もするそうですが、着実に努力してやってもらいたいと述べています。そこに一貫していたのは、何を教えるかではなく、どう教わるかということでした。選手自身が一生懸命にならないことには何も始まらないのです。これほどの実績を誇る人物が教え、その教え子たちが結果を出すと、どうしてもどんな優れた指導をしているのか考えたくもなります。それが当然でしょう。しかし、当のジャンボ尾崎さんは、あくまでも若い子の成長は本人次第ということを考え方の基本に置いています。教え込みはその人の可能性の幅を狭めてしまいます。そうならないように、ジャンボ尾崎さんは自身のからしたい、からしようという態度や気持ちを上手に醸成していっているのでしょう。2021年11月、大王製紙エリエールレディスを制した原恵梨香さんが、ジャンボ尾崎さんからの振り切れていないというアドバイスを意識して優勝につながったと話していました。このように見るポイントが的確なのは事実です。的確であり、言葉少なめがポイントでしょう。指導者はこの的確な短い言葉を教え子に投げかけられるかというのが大切なのだと思われます。原恵梨香さんはツアー会場で遅くまで黙々と練習する選手の一人でもあります。ジャンボ尾崎さんは今のジュニア世代の傾向について笑いながらこう話していました。目標はすごいことを書くんだよ。メジャーで勝ちたいとか願望や夢、これだけではダメなんだと述べています。渋野日向子さんが全英に勝ち、2021年は松山英樹さんがマスターズ、笹生優花さんが全米制覇を成し遂げました。今日本ゴルフ界と世界との距離は一昔前に比べ格段に縮まっているように思えます。ただその言葉は、一足飛びにそこに到達できるわけではないという警鐘のようにも聞こえるのです。最後に超えねばならないハードルがあり、それを超えるか超えないかでその選手個人が飛躍的に伸びていくかどうかが決定づけられます。例えば基礎練習の重要性を語るときも一言添えられていました。今の子供は素振りが足らない、すぐに上手くなりたいから球を打って結果を出したいんだろうが、素振りをしっかりした方が体に力がつく、そういうことも教えていきたいとしています。こういう言葉を聞くと、なおさらジャンボ邸で魔法の理論が伝授されているわけでないことがわかります。基礎基本がやはり大事なのです。そしてこう続けます。今は親の期待も大きいと述べています。特に女子プロゴルフの世界はそうだと指摘しています。そういった意味では親が最初に教えることに責任が出てくることになります。早く上手くなってほしいと思って小さい子供に父親のクラブを振らせたりしたら、スイングも崩れてしまいます。飲み込みが早くどんどん上達する時期だからこその、基礎基本に準じた練習方法を適宜挟んでいくことが大事なのでしょう。ではプロで活躍できる選手に何か共通点はあるのでしょうか。ジャンボ尾崎さんにそれを問うと、じっくりと考えた後こう口を開いて述べました。上手くなろうとしている人間は向上心が非常に強い、目標をはっきりと自分で持つことができる。ただしこれにも注意点がつきました。最終目標が大きければいいというものではないとしています。大きすぎて途中でこけるやつが多いからです。目標は自分がクリアできるものから設定しないとダメだと述べています。それを超えたら次の山に挑戦という順序を踏んできます。富士山に登るのは一番最後なんだと語ります。これくらいの山なら登れる、それができたら次はもう少し高いところ、最後に一番高い山にたどり着くことが必要。最近はみんな最初に富士山に行きたがる、メジャーを取りたいって、へへへ、今のお前に何ができるんだと日々若い選手と接しながら考えていることを述べていました。いかがだったでしょうか。今回はジャンボ尾崎流若手育成術について見てきました。表現こそ違えど語られる考え方は常に一貫しています。原恵梨香さん、西郷真央さんらに今季期待することを聞いた時の答えも、どうやったら自分が戦っていけるのかを分かっている、トレーニングしないといけないし、それなりの練習もしないといけない、
上に行く人間はそういうことができる。用意ができなければ始まらん。気持ちだけあってもダメというものであり、総じて語られているのは近道など決してないということでしょう。原恵梨香さんの豪快なドライバーショットに、西郷真央さんの正確なアイアンショット、表面的に華やかに見えるプレーの裏には、こうしてジャンボ尾崎さんのもと歯を食いしばる日常があるのです。練習が嫌いなやつは好きじゃないんだ。一生懸命が何であるかを若い子は知らないといけない。一生懸命努力して、一生懸命練習して、一生懸命やることがどういうことかを覚えてもらいたいと最後に語ります。それこそがジャンボ亭で得られる大きな財産なのだということも伝わってきます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。